こんにちは、和田芳美です。今日の姫ご飯はチョコレートサラミを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回はチョコレートサラミです。生チョコでね、ナッツとかマシュマロとかをこう全部まとめて、で切った面が美しい、お菓子になっております。で、今回の使った材料の他に、なんだろう、レーズンとか入れてもいいし、あとね、マシュマロじゃなくってクリームチーズ入れても美味しいと思います。で、今回そう、ドライのねストロベリーを使いたかったんだけど、ドライのストロベリーがちょっと身近で手に入らなかったんですが、ドライストロベリーとかを入れるとね、やっぱ赤い色が入ると美しいよねなんでそういうのがあれば入れてあげると、より華やかな一品になります。前回バラのね、リンゴのバラをのせた、チョコレートタルトを作ったんですけど、あっちがどっちかというとなんか本命な人に、大好きな人に作ってあげるチョコだとすると、こちらはどっちかというと大量生産向きなので、友チョコ、ギリチョコ、社交辞令チョコなどにおすすめおすすめ、どっちでもいいですけどね、たくさんできるので、こうばらまくにはねちょうど良いレシピかと思います。で、これ解説なんですけど、マシュマロ入れるタイミングは一応温度確認してもらって、ナッツ入れて混ぜる時点である程度チョコレートの温度が下がってるので、そのままナッツ入れ終わった後にマシュマロ入れてもらっていいんですけど、どうしてもチョコレートの温度がちょっと温かかったりするとマシュマロが溶けやすかったりもするので、一応ある程度温度下がったのを確認してからマシュマロを入れてください。で、マシュマロ入れたままだとまだチョコレートがちょっと温かいので、だいたい冷蔵庫で冷やしてちょっと固まったかなっていうぐらいになったら、こうラップでくるんで形を整えます。で、ラップでくるんで形整えて、でまた冷蔵庫で冷やして、あとはお好きな溶けにくいタイプの粉砂糖をまぶすんですけど、粉砂糖はね絶対溶けにくいタイプを使うのがおすすめで、どうしても普通の粉砂糖を使っちゃうとベタってしてしまうので、溶けにくいタイプを使ってください。では完成です。できました。おしゃれですねでは味見していきます。ではいただきます。ナッツのザクザクした食感とマシュマロのふわふわな食感と合わさってとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。コーヒーとよく合いますよ